はい、なんとなく修理の時間が参りました。今日はね、畠山さん、これはねシラムーブって言うんでしたよね。心って書いてある。今日のお客さんはウェブレース、ウェブトップもこのね真ん中のところも変えてほしいというご希望で、でどういう風にするのかなと思ったら、ああじゃじゃーん、クロスロックで、で真ん中のレースはクロスに入れてほしい。これストレート、4ケツストレートになってるんで4ケツクロスにしてほしい。のいいじゃないですかということでね、お受けしたんですけどもね、順番にやっていきたいと思います。よろしくお願いいたします。はい、じゃあスタートしていきますね。はい、クロスロック、クロスロックですね。4ケツのね、これ幅広のウェブなんで、クロスロックで4ケツクロス、ここね似合うと思いますよ。ほら通らないもん、これ全然届かないもん。このほら、ここよいしょよいしょ、すごい広いなこれ。ちょっと押したら出るかな。あ、出た。でこうね、で戻りますね。どこだ、ここだね、ここ、こういう風によいしょ、あれいいのかな、くる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 、はいはいはい、はい、で長さを見てどうだろうな、これくらいかな。はい、でこっからねクロスロックで戻りますよ。ここね、はい、シュシューよいしょ、どうだろう、これぐらいか。はい、はい、でじゃーん、一個飛ばし、一個飛ばしだ、一個飛ばしだから、およそうだよね、一個飛ばしでいかないと、一個飛ばしで、ほい、ほら最初ね、はい、でもうちょっと引っ張った方がいいかな、9、後で調整しづらいからね、うん、行きます、どんどん行きますね。はい、じゃらーん、一応副半っていうのはね、いつもと同じですよ。中にね一本このレース通ってますから、ニットはねウェブのトップのところ頑丈にできてますからね。穴の数がでもね何個あるんだ、 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 か。こっちは 1,2,3,4,5,6,7,10 個、穴の数が違うからな、大丈夫か。まあ合わせていけばいいんだけど、よいしょ、奇数と偶数だから、ほう、これこうなっちゃうよね。あ、いいのか、これでいいのか、いいよな。こう出してよいしょ、こう出すでしょ、ほならこう入れて、あ、そういうことになるか。はい、こっち出してもうちょっと長さ見てね、これ強いかな、
うん、今反対入れたらまたなるだろう。で、あ、いい、いい、合うな、よし、こう来て、よいしょ、うん、で、クロスになりますね、こうね、ジャギーン、ジャギンジャギーン、こういう感じで、帰りの穴残してあるから、そこをね戻っていくだけです。よいしょ、99、おお、クロスロック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 、イエイ。よいしょ。うん。あんまり考えたことなかったけど、奇数でも偶数でもあんまり関係ないんだな。ちょっと今度ゆっくり考えよう。ね。はい。で、これで、よいしょ、はい、できました。はい、じゃあ次ね、この4ケツクロスにね、このストレートを直していきますね。早速じゃあやっていきたいと思います。はい、じゃあローリングススタイルにね変えていきますね。ちょっとね穴のあれで持ち変わってくるけど、こっちに出して、4ケツクロスだ、444よね、これで、ここ入りますね。はい、でこう縦に通るんじゃなくてクロスに来るから、ここですね。はい、よいしょ、よいしょ。こういう感じ。で、帰りま、あ、向こう側に行きます。こう来てるから、ここね。ストレートよりも4ケツクロスにした方が、ちょっとゆったりした感じになると思うんだけどな。と思うんだけどよ。それは好みがあるからね。で、ここね、はい、9、どうだな、こんな感じかな、はい、で戻ります。キュッキュー、ここ、よいしょ、でここにエクステンドパームのとこね、ここね、でクロスクロスでいきますんで、こういきますからね、はい、こうですね、よいしょ、でクロス一つ目、こんな感じ、かっこいいね。で二つ目いきます、ここね、これね、公式のやつは中にもう一枚ね、革が、補強が入ってるから、それちゃんと通すように気をつけないとね。はい。じゃじゃーん。で、こっちに出して、なんか通ってるかな、これ。うん。完成です。よいしょ。はい、できました。かっこいいと思いませんか。
関市競馬場に今年もこだましました G1 ファンファーレ。あなたの すいません、ありがとうございます。なんか今日もお忙しいみたいで、これちょっとね、すいません、ちょっとあまりの時間のなさに、まあ、僕もちょっとなかなかうまく仕事ができるタイプじゃないのでいけないんですけども、何やってるんですか。ちょっとキャパシティがなかなかこんだけのところに量がこんだけだったりするとどうしてもおかしくなってしまうので。昨日も9時過ぎですよ、うちにメールが来て、ね、あれ確認事項どうでしたかって言って、もうそんなに働いてね。いやまあでも、うん、帰ったのはもっと遅いわけですから。そうですよね、はい、すみません、今日はありがとうございます。石原スポーツさんからこのようななんかお召し物をちょっとなんか最近刺繍にハマってるらしくって。いや、じいさん元気ないからちょっとでもね、オレンジ色を身につけて元気を出してもらって、はい、そうですね、もうちょっといい加減にしないといけないなとは思ってはいるんですが、うん、結局プライベートの野球も含めたプライベートがちょっと充実しないことと、はい、プライベート早く帰って野球が見たいのに見れないっていうこのイライラ。はい、でも見れないのは不幸中の幸いじゃないですか。はい、いや、そんなことないです。イラッとしないですか。そんなことないです。で、かつですね、今週水曜日は、うん、ちょっと仕事の。